現在日本付近には2つの台風があります。台風13号と14号なんですけれども、まず今の雲の様子をご覧ください。こちらが現在のひまわりの雲画像となります。このうち台風13号はこちらですね。大きな雲の渦巻きではありません。比較的小さい台風となっております。一方台風14号。こちらはこの辺りに台風の中心があるわけなんですけれども、台風14号、 発生した段階からすでに大型台風となっている状況です雲の渦巻きはあまりはっきりしていないといった形なんですが雲の動きです まず、台風十三号、えー。こちらは依然として、えー、最大風速三十五メートルと強い勢力を維持しております。えー、午前九時現在、中国大陸の沿岸部に、えーまあ、上陸したような状況となっておりまして、まあ、上海市あたりを直撃した形となります、えー。この後もさらに西寄りに進む見込みでして。 明日の午前9時までには大陸で熱帯低気圧に変わる見込みです中国エリア上海付近は大荒れなんですけれどもこの台風による日本への影響はありません一方台風14号ですえこちら現在マリアナ諸島にありまして今は北寄りに進んでいますでこの後ですけれども進路を西寄りに変える見込みで明後日水曜日特に夜です 夜のあたりに沖縄地方に最も接近をするものと見られますで。この水曜日の段階の勢力は最大風速23メートルとなっておりまして、暴風域は伴わない見込みです。えー、ただ、沖縄、奄美に関してはこの台風大きいということもありますので、中心からやや離れたところでも雨や風が強まる可能性があります。まあ、この後の台風の動向をお気をつけください。とにかく今回の14号、 動きが早いんですね。時速45キロというふうにあさっては予想されております。あっという間に近づいてきますので、まあ、早めの対策とともに最新情報をお気をつけください。一方、波に関してはもう明日に影響出てきます。明日の12時の波予想を見ますと、小笠原諸島はもう3メートル以上、大東島地方も3メートル以上の高波に変わり始めます。そして、どんどん波が高くなる見込みでして、最も近づく18日、あさってには大東島地方や沖縄